縦で周りをビビらせる方法。使うのはこの材料。まず型織り機を置いて右クリック、茶色の縦を入れた後に赤色の染料を入れてレンガ模様を選択します。そしたらこのレンガ模様を今度左上に置いて、その右側に茶色の染料、そして縦縞を入れます。そしたら一度旗織り機を閉じて作業台を置いた後、作業台を右クリック、そしてフランス菊と紙を入れて旗の模様を手に入れます。旗織り機に戻ってきて、さっき作った旗を入れた後に旗模様を入れて赤色の染料、こんな感じの旗ができます。これを左上に置いて、今度また赤色の染料を入れて、次は赤色の円形に染めます。そして最後にこれを左上に置いてから茶色の染料を入れて、茶色の山形並みの縁取りを入れます。そうすることでこんな旗が出来上がります。この旗ができたら、あとはこの盾と旗をクラフトするだけで、しぶきを浴びた盾の完成。これを持ってたらみんなに何その盾って言われること間違いなし。みんなもよかったらやってみて。